加瀬谷プロからホープを行います。これは終了が出ましたね。続いて大枠プロです。インプル捉えてきました。先行は大枠プロ。コークでインブル率ものすごく高いですね。オワクロ。まあ狙ってどげたっていう。Thank you, ladies and gentlemen. どうなんですかね。まあ、とりあえずでも今のはブルに入っておけばいい。ああ、まあまあまあそうですよね。ゲームオン。あれ、これは。これはカスヤ選手チャンスですね。いきなり2本外してしまいました。いいですね。これ大脇選手5ラウンドフィニッシュするには途中でアレンジ入れないと5ラウンドフィニッシュにできないですね。いやもうこれ次ハットトリック出すと333になるんですけど、はい、もうその時に180点出さないとダメですね。あ、なるほど。これがパットブルーなんですよね。もしかしたらブルーいらない、あ、じゃトリプルいらない時もあったじゃないですか、はいはい、全部ハットで170点になる時もあれば、1本60入れてフィニッシュ圏内にいる なる時もあれば、はい、この場合はトリプル3本必要なんですよね。はい、この3っていうのがあんまり良くないんですよ。なるほど、はい、下一桁のこの3点が、うん、これが4点だったらどんだけ楽だったかっていう。なるほど、はい、180点出すと153点でそうです、フィニッシュ圏内なんですけど、はい、トリプル17を3本そういう感じになるんですよね、はい、そうです。これは行くと思いますよ。まあ、いかないんだ。はあ、はあ、なるほど。いや、ありだと思います。これ加瀬谷選手ブル3本で139点なんですけど、この139点を加瀬谷選手がフィニッシュできなければ大枠選手が確実に取りますよっていうやり方ですよね。戦法というか、しっかりとハットトリック。この139点もやっぱ若干迷うとこあるんですよね。どういくんですか。ブルブル13トリプルっていうのがまず一つ、はい、あと19トリプルか、19シングル外れると120点なので20トリプルに、はい、19トリプル入ると82点なんでブル残に16ダブル、はい、でもさすがブルマスターだからやっぱブルいっぱい使いますよね。13トリプル、あーちょっと行きましたね。これブル16、はい、ブル16、あ、もうフィニッシュできなくなりました。大枠選手ちょっと乱れてますね。決勝に来てプレッシャーを感じてる。そうですね、久しぶりの決勝だと思うので、かこう体力面なのか分かんないです。あ、なるほど、はい、なるほど、分かんないですけど、しっかりと1本目で決めてきました。トリプル9 27分でした。らしくなかったですね、大脇選手ね。加瀬谷プロがブレイクでのスタートとなりました。多分今日一番できなかったのはゼロワンのレグなんじゃないですか。あ、かもしれないですね。うん、でもまああんまり気にしても、ね、しょうがないんで、ここはぜひ、ね、あのすぐさまブレイクバックしたいところだと思いますよね。クリケットがどうなるか、はい、5マースタート。ここ9マークでクローズまで行くとまたちょっと大きいってことですね。そうですね、19トリプル19トリプルで57点になるんで、しましたね、20トリプルで1本でクローズできれば。
でかい、でかいです。これはでかいですよ。スタート切りました。これはちょっと先行後攻が入れ替わるかもしれない瞬間ですね。まだ分かんないですね。まだこれ粕谷選手がこれ18戻りますね。これでも点数上回るんで。はい。はい。いやもうこれでほぼほぼ入れ替わった状態。はい。ほぼ大脇選手が先行の状態ですよね。ですね、加点をしてから押してあいやまあでもいいんじゃないですか、点数上回れないですよね、そうですね、108点100ですよね、うん、日本じゃそうですね、うん、166点までしかいかないですよね、はい、これしっかり18クローズして、まあ、19から行きますね、おそらく。しっかりしてからで18クローズして19もう一回戻るんじゃないですか。ああもういやもう十分です。プレブはい、はい、このレグはそれ考えないと逆にダメと、ね。そうですね。やっぱファーストレグブレイクされてるんで、はい、どうしてもここは大脇選手ブレイクバック今のうちにしておかないと、うん、次ブレイクできるチャンスっていうのがもう 0-1 ゲームになってしまうんで、これまたブルマスターの旧ブルマスターの粕谷選手からブレイクするっていうのはちょっと厳しい感じしますよね。なんか新旧だとあれなんで、ファーストブルマスター、セカンドブルマスターでどうですかね。初代と2代目。そうそうそう、そういうことです、そういうことです。わあ、素晴らしい、やばい、すぎました。まっすぐにしっかりブレイクバックブレイクバックすぐ来ます ね、 そうですね、これはこれで面白いですね。オープン、そしてもう一本インナーが欲しいところ来ました。初代やりますね、やりますね、素晴らしい。あでもまあね、ブルースリーマーク、うん、しかも4箇所もやっぱ持ってるんで、そうですね、あだいぶ有利ですよね、うん、日本で決めました。ゲームショー、すごい2代目っぽい。7.29、お第2位来ましたね、今日の第2ですね。第2位あ、そう、7.5ですね、横本選手が、鈴木選手が 7.25、 そうですよね、そうです、ゲームオン。クリケットは大赤キックプロ先行です。ああいい集中してますね、うわー、いい集中してますね、いいですね、いや本当いい集中してますよ今日。大赤選手の実力存分に出せてるんじゃないですか今日。いやそうです、うん、カセブロ返してくるか、あ20、あクローズシャドー、いやもうあそこまでこう綺麗に20入れられるとやっぱ持たせておけないですよね。あなるほどなるほど、しかも大脇選手リードしてても加点から入って1本でクローズしてみたいなパターンが今日多いん で、 そうです、ね、先にその大脇選手のパターンというかそういうのを崩したいのかもしれないですね。普段は加点から行ってクローズして、でもその加点ができない状態どっちから行くのみたいな、うーん、もう上行っていいと思いますよ。もう一歩行きます、うん、もう上行っていいですよ。そして最後の、あー、そうですね、そうですね、うん、なんかどっちも中途半端になっちゃいますからね。そうですね、もう2本目から20行ってもよかったかもしれないですよね。19、うん、しっかり点数をたくさん取るか20をしっかり締めるかどっちかね、こうパッとはっきりした感じにしといた方が良かったかもしれないですね。あですね、うん、そうですよね、まあ、ただやっぱ1本ね、その最後の1本がシングルに外れたっていうだけなんで、うん、あれ入ってればね、はい、全然変わったんで、そうですね、まあ、これもまあ結果論なんですけどね、はい、うん、フォーマー、しっかりフォーマー、点数リードしてるのは大赤、点数リードというか、まあ、このゲームリードしてるのが大赤、そうですね、先行リードですね、うん、素晴らしい。粕谷選手も
に集中してますよね、なんか。なんかこう、加瀬谷選手もマイペースに自分のこうダーツをしっかり毎回できてる感じしますけどね。そうですね、あんまり乱されないですね。そうですね、やっぱそのそれをこう上回ってくるっていうのが今日の大枠選手の良さというか。そうですね、やっぱ存分に大枠選手のいいところが出てますよ今日。フォーマークス、しかし、まあ、決勝戦というのもあるので、まあ、緊張感というのがあるのか、はい、今までであれば最後 の15はクローズパッチしてっていう、なんかこう、そうですね、決まり方をしてたかなと思うんですけども、うんうん、そうだな、やっぱ15のトリプルの上に刺さったじゃないですか。あ、それがちょっとそれやっぱりちょっと嫌だったんでしょうね。もう15を投げるのをブルー先に投げるのはあんま変わらないかなっていう感じですよね、ここは。ブルー。ああ、このインナーがすごいですね、やっぱね。これカセヤプロはオーバーはできますけど、できますね。あと2マークでできますか。ああ、そうですね、はい、しました。スリーマークで大丈夫ですね、はい。ただね、これもう大枠選手3箇所持ってるんで、もうそうですね、フル1本でクローズですしね、クローズしてから20のシングルで OK です。はい、しっかりと先行をキープ。これで2対1となりました。次はカセヤプロ先行の7番です。あ、これは赤間さんとどういう展開になりますか。もうひたすらこうブルを狙ってじゃないね、やっぱり、はい。まあ、ミスったところそのチャンスをものにするかどうかっていうところですかね。加瀬谷選手2レグ目のクリケがやっぱり悔やまれるんじゃないですかね、自分の先行レグだった。そうそうですね、うん、まあ、ブレイクバックはさせまじという感じで多分試合をしてたんでしょうけど、1本目をちょっと外してしまいましたが、2本目カバー、フロートスタートです。これがどう響くか、うん、まあでも、まあ、コラウンドアウトはできるってことですもんね、はい、とりあえず1本、ね、そうですね、互いに1本か。いやあんまり良くないですね、この下1桁の数字がお互いあんま良くないですね。5と6ってことですね。そうですね、まあ、1本外している状態ですよね。もう一本外したときに何点になるかですよね。なるほどなるほど。このまんま行くと、加瀬谷選手135点を取る、ね、はい、よう入りますわ、本当入りますね。大垣選手は136点残りになるんで、このまんまブル外さずに行くと2人とも5ラウンド目でフィニッシュ圏内までブルだけで行けます。返すんですかこれ、スニーザブラック。うわ、これはアンラッキー。アンラッキーですね。アンラッキーでした。いや、でもこういうので、ね、メンタル揺れてほしくないですね、まあまあ、せっかくイーダーズしてるん で、 そうです、ね、2連続で来る。あ、やめてやめてやめて、そういう、すごいですね。しっかりハットトリックで3枚になります。はい、ただまた180点必要です。なるほど、はい、156点にするには、はい、ですね。なのでこの6点が、この6が7だったら全然違ったってことなんですよね。どうなってるんですか、どこと。やめてもう毎回ブラックじゃないのみたいなの、本当すごいですね。1本目2本目必ず。いや、もう初代の意地ですよ。さすがです。いや、わかんないですけど。トリプル20。まあ、しょうがないですよね。難しいですよね。これ15トリプルからじゃないですかね。15シングルに外れても120点残るんで、20トリプル2本、はい、15トリプルに入ると90点なんで、ブルー入れて20のダブル、そしてダブル20。うん、
うん、まだでも、あ、まあまあ、そうですね、フィニッシュ圏内ないですね。大枠選手はまだフィニッシュ圏内にたどり着いてないんで、加瀬谷選手は必ずこの20点残りのフィニッシュを打てます、はい、それやっぱプレッシャーかけるためにはブルに入れてプレッシャーをかけておいた方がいいです。うーん、そうですね。まあ、虹を外すということはこうなかなかこう考えにくい。いや、分かんないですよ。分かんないですか。はい。ああ、いい目でしっかり決めてきました。この10ダブルが例えば10シングルに入ったらもう嫌な予感しかしないですよね。ああ、なるほど、うん、次5ダブル、紙一重ですからね、はい、次5ダブルの5になるのを嫌がって上に行って、あ、そうですね、ボードアウトしちゃってという、上に5ダブルの上行って、はい、3本目が上行ったダーツに当たってまた上行ってみたいな、よくある話じゃないですか。さあ、重要なコークの場面です。最終レグを先行決めます。もうゲームは絶対にスタンダードクリケットなんでしょうけれども、うん、まあそうですね、でブレイクして先行キープして、大枠プロはクリケットを取ってるという状況なので、うん、まあ、大枠プロは確実にクリケットって言うでしょうね。ああ、まあまあまあ、そうですね、うん、やっぱ加瀬谷選手がこのスタートをやっぱどういいスタートを切れるかでかなり変わります、ね、そうですね、うん、あと1ラウンド目にするともしかするとってことですよね。要はありますね、 そこから変わるってことですね。そうですね、やっぱセブンマーク以上は欲しいところですよね。トリプル20狙っていく。さあ、これは大枠選手大チャンスですね。これはそれこそ9マークでこう、いや、もう1本目から20クローズいってもいいぐらいチャンスですよ。もう2本目いっていいですよ。いきますね、うん、19戻る。トリプル入ったらでかいっす。ああ、でもいやでもないっすね。さあ、これで加瀬谷選手まだ先行後攻揺れてますからね、今まだ分からないです、ね、まだ分からないです、ね、どっちが流れをつかむかまだ分からない。ああ、ここは素晴らしいナインマークで返してきました。これがまだ分からないんですよ。はい、次中盤ですね、はい、これでもサクサククローズしてきますね。一発でクローズするとわからないですね。これでもわからなくなりましたね。17いきますね。ちょっと大枠選手リズムが、あの18を、いや、ちょっとリズムがこう入ってる時のリズムと変わってきてますよね。あ、本当ですか。ちょっとゆっくりめになってきてる感じありますよね。よく狙ってるって感じですかね。ですね、ちょっと大事に行きすぎてるというか、片谷もう初代はもう、片谷初代はもうずっとペース変わんないですからね。これ大枠プロ相当厳しくなりました。だいぶ厳しいですね。ナインマークだと、いや、ナインマークでもだいぶ厳しいです。スタートはちょっと加瀬谷プロがちょっと弱かったんですけども、はい、途中の高まりがすごい良かったですね。ですね、いやあ、もう来てますね、これ。いい集中してますよ、本当、うん、冷静ですよ、ね、焦らないです、はい、加瀬谷選手は焦らないです。素晴らしい、はい、そうなんですよね、無理に15クローズに行ってもしょうがないんですよね。点差も離れてるし、はい、そのね、これはもう 次のラウンドでしっかりクローズして、うん、まあ、相手がどのぐらい入れるかにもよるんで、攻め方っていうのが、はい、まあ、こうしっかり15クローズして、こう1本でクローズしたいよな。1本でクローズしたらブルですね。ブル行ってインナー入ったらもう1本、アウターだと18行くんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと考えますね。18行くんじゃないかと思うけどな。いや、これは役者ですね。ブル行きますね。初代の意地ですよ。ドキドキしますね。初代の意地ですよ。もうこれ大枠プロはでも5本ですね。
5本必要です。ブル5本です。優勝への一本。そうですね。はい。ウィナー、カツヤ進む。ゲインチャー、ウィナソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ5広島ジャパン優勝、粕谷進むプロでした。おめでとうございます。さあそれでは優勝されました粕谷進むプロにお話を伺いたいと思います。ジャパン広島ステージ5見事優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。改めて今日まずこのね決勝戦、どのような意気込みで戦われていたんでしょうか、教えてください。正直同じ千葉県出身の同級生とか同い年なんで負けたくない気持ちがやっぱりいっぱいでやりました。はい。まあ、決勝でもちろんね初めて顔を今日は合わせてということで対戦したんですけども、大枠プロがどういうふうに勝ち上がってきていたかとかっていうのは何か意識があったりしたんですか、粕谷プロ的に。正直特に意識はしてないんで、もうトーナメント表もあんまり見てないんで、普段からもう次の来た相手に勝つっていうイメージだけを持って頑張ってやってきました。はい。自分のダーツだけをこうひたすらやり続けるぞという感じですね。今日一日を通して粕谷プロ的にはダーツは調子良かったですか。はい、比較的調子が良かった方だとは自分では思っています。はいですね。はい。さあそれではですね、まあ、粕谷プロも久しぶりに、まあ、優勝された感じですよね。はい、そうですね。去年は多分何年前かも忘れたぐらいに多分優勝してるんで、久々の優勝って感じでとても嬉しいです。最後に応援してくださった方々、ライブ中継ご覧になってると思いますんで、ぜひ一言メッセージをお願いできればと思います。はい、今年は正直フル参戦は正直厳しいと思うんですけど、出る限り頑張りたいと思うんで応援よろしくお願いします。おめでとうございます。ジャパン優勝粕谷進むプロでした。おめでとうございました。